疲れ様です。本日はですね、漫画紹介していきたいと思います。もうね、出てると思うんですけど、シュリンク精神科医弱いを紹介していきたいと思います。はい、ということでね、紹介するのはですね、心を救う物語、祝ドラマ化決定、今こそ読むべき漫画、シュリンク精神科医弱いをですね、紹介していきたいと思います。こちらの作品はですね、第5回斉藤孝雄賞をね、受賞している作品で、今回 NHK にてドラマが決定しており、主演にですね、弱い役中村智也さん、そしてヒロイン天宮役に土屋太鳳さんがですね、決定しております。そんなね、今回映像化が決定したシュリンク精神科医弱いを紹介していきます。物語のあらすじなんですけれども、精神科医の弱い幸之助は IQ180 の頭脳を持ち、帝京大学の医局で研究を続けた後、ハーバードの医科大学院に留学したエリートであった。しかし、あることがきっかけで大学の医局も辞め、新宿日だまりクリニックという小さな病院の経営者となる。日本はアメリカに比べ精神病患者の数は1割程度と少ないが、一方で自殺率は世界6位で、先進国の中でも最悪と言われる。弱いはそんな隠れ精神病大国と呼ばれる現状を憂いており、もっと精神病患者が増えればいいと考える。精神科病棟が特別なところというですね、人々の概念が変わり、気楽に病院を訪ねてくれるよう願っているのだ。のほほんとしたですね、外見ながら自分と出会った人は誰一人死なせないというですね、信念を持って治療に当たっていく。こういったね、内容の物語です。主要人物としましては、今こちらのね、表紙にいられる弱い幸之助。西新宿でですね、新宿日だまりクリニックを経営する精神科医の独身男性。見たの通りのね、のほほんとした柔らかい外見とアホ毛が特徴でございます。まあ、一曲の中でもね、最も優秀で、ハーバードのね、医科大学院にもね、留学した過去を持つ彼ですけれども、ある出来事から、その大学医局を辞め、きめ細かな治療を行う、開業医として、精神科医をしております。そしてね、ヒロインである、天宮さん。こちらですね。右の方で、天宮ゆり、まあ、弱いがね、開業する新宿日だまりクリニックに勤める看護師で、このボブカットが特徴の26歳の女性。商売気がなく、だらしなく見える弱いにたびたび厳しく当たるんですけれども、最初の方は。まあ、でもね、次第にこう弱いとね、共に患者に接していくうちに、弱いへのね、見方が変わっていくという感じですね。まあ、物語はこういうね、まあ今、さっきも言ったけど、隠れ大国である日本において、精神医療ってこういうもんなんだよって、気軽に言ってもいいもんなんだよってこう思わせてくれるような作品ですね。まあ、本当に精神科
他への偏見をなくし、心のね悩みを持つ人が気楽にこう病院に来られるよう願う弱いがね、優しい視点で患者の心を解きほぐしていく医療ドラマであります。まあ、ぜひともね、本当に図書館とか学校とかにね置いてほしい作品だなと思いますね。そしてこの全ての人、まあ、日本人全ての人にこんな世界があるんだなっていうのをね知ってほしいです。こういう心の病というか気持ちを抱えてる人も世の中にはいるんだよって、こういう心の病気っていうのもあるんだよっていうのをねもっと知ってほしいなって、そういうふうに思える作品でしたね。本当に私自身もこう本書を読んでね救われた人間の一人でもあります。まあ、生きてて自分自身の身にこう何が起きているのかわからないこともありました。パニックみたいな状態ですね、心が動い乱れてたんというか、うん、でまあそんな時に偶然この本に出会って、本屋さんで読んでるうちに、もしかしたら自分もなんかこういう当てはまってるような気がしたんですよね。ちょっと読んでて、でもしかしたら自分もなんかこんな状態なんじゃないかと思って精神科に行ったのを覚えています。たまたまこの作品でね知って、うん、気軽にというか、なんだろう、行っていいんだっていうふうに思いましたね。まあほんでそこの精神科に行って自分のこの今の状態、病状というかを知るきっかけになって、なんでこうなってるのかっていうのはね、まあ、その主治医の人に教えてもらって少しこう心が軽くなったなと、まだ今こうしてね生きていられます。本当にこう些細なことかも知れないんですけど、自分の身にねこうわけのわからないことが起きている、本当にその状態、意味のわからないこの状態が一番怖くて、まあ、それを知るきっかけにこの作品はね本当になりました。やっぱ難しい言葉も時にはあったりするかもしれないけど、なんだろう、漫画だからこそ、そしてこの弱い先生だからこそ、僕自身こう分かりやすく優しくこう伝わったなと思いますね。本当にこの作品に出会えてね良かったなと思ってます。そして本当にもっとたくさんの人にね知ってほしいです。もっと普通に病院に通う内科とかね、普通に病院に通うように、もっと普通に精神科にね通えるようなこの世界になってくれたらいいなと、もっとたくさんの人の、そしてねそれが救いになればいいなと思いましたね。本当にドラマ化おめでとうございます。本当に何だろう、このドラマ化の影響でさらにこう知ることを知っていく人が増えていくだろうし、そういう世界になってくれたらいいなと思います。本当に嬉しいですね。なのでそのドラマ化決定ということは本当に嬉しかったです。なかなか一時期はこうドラマ化できないんじゃないかとかね、言われしてほしいって思いとできないんじゃないかなみたいな気持ちがあったんですけど、今回そしてね NHK ということで
当にありがとうございますという気持ちでございます。ということで、ね、今回紹介したのはシュリンク精神科医弱いでございました。現在ですね11巻まで出ております。そして4月ですね、今月には12巻最新巻も出ます。まだね揃えやすい期間であると思いますし、ぜひ皆さんお手に取ってね読んでみてほしい、知ってほしい、たくさんの人に知ってほしい世界だなと思います。はい、ということで今回の今回のですね漫画紹介はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。僕はこの作品のおかげでまだ生きています。ありがとうございました。